します。みんなも大好きなキャラクターエビセブンオエビーニャ、そしてパフォーマーのクラウンヤマさんも応援に駆けつけてくれています。まもなく点灯式スタートとなります。リナ光のファンタジーの点灯式を執り行います。点灯ボタンの前にはリナウォークのキャラクターエビセブン王、エビナ市のイメージキャラクターエビーニャ、リナ王国ハッピーショータイムでもおなじみのパフォーマークラウンヤマさん並んでくれています。たくさんの、ね、小さなお友達も集まってくれてどうもありがとう。このリナ王国のイルミネーションリナ光のファンタジーは毎年この季節に開催しています。海老名中央公園とリナウォークを色とりどりのきらめきで飾っているイルミネーションです。もうね、冬の風物詩ともなっているイベントです。で、またこちらのイルミネーションなんですが、毎年違ったデザインでお楽しみいただいているのも特徴なんです。今年はどんなイルミネーションがお楽しみいただけるのか、ぜひ期待していただきたいなと思います。なお、リナ光のファンタジーは海老名市様、海老名市観光協会様のご講演をいただいております。さあ、それではここでゆるキャラグランプリ2013にエントリーしている海老名市のイメージキャラクターエビーニャから皆様にご挨拶です。エビーニャ、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんご存知の通り、海老名市のイメージキャラクターのエビーニャです。エビーニャの紹介を簡単にさせていただきます。まず頭はエビ、顔は猫で、体は今ちょっと見えないけどイチゴになっております。そして今ゆるキャラグランプリ、ちょうど締め切り、投票締め切りの1週間前になるんですが、今やっています。こちらのチラシまだ持ってないよって方いたらぜひ声かけてください。はい、どうぞ。はい、後でね、またね、そばってね。なので皆さん投票お願いします。11月の24日にゆるキャラグランプリの結果発表が埼玉県の羽生のイベントで行われますので、こちらも来てください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。みんなね、エビーニャの応援もよろしくお願いしますね。さあ、それでは皆さん早速ですけれども、点灯をしていこうと思います。エビセブン王エビーニャ、そしてクラウン山さん、準備はいいですか？バッチリみたい。さあ、皆さんの方の準備はいかがでしょうか？皆様バッチリですか？大丈夫のようですね。それでは10カウントで点灯したいと思いますので、皆さんもそう、お友達も10から19、8と私と一緒にカウントダウンをしてください。よろしくお願いします。それでは参ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、この中央公園の木々を飾っています。とっても綺麗ですね。華やかで
して皆さん、あちらのピナクリッチご注目ください。見えますか？なんとあそこにピナウォークのキャラクターエビセバ王が登場しています。見えるかな？エビセブ王もちょっとびっくりしてるみたいです ね。はい、そして今年はですね、あの橋の上にフォトスポットも用意しています。とってもお写真をね撮っていただくのに素敵なスポットがございますので、こちら後ほど、エビーニャが、ね、案内してくれるということですので、みんなそのフォトスポットの方にも行ってみて、たくさん写真を撮ってください。さあ、この後しばらくはですね、エビセブンをエビーニャもグリーティング、このね特設会場周辺でみんなと一緒に遊んでいますので、写真撮影や握手などたくさん楽しんでいってください。今日はねたくさんのお客様お集まりいただいています。前の方を押したり引っ張ったりしないように、また、ね、順番に仲良く楽しんでください。そしてピナブリッジの上のフォトスポットもぜひ行ってみてくださいね。点灯式、皆様ご協力ありがとうございました。この後しばらくはこちらの特設会場周辺をエビセブンをエビーニャが歩いています。みんなと握手をしたり写真撮影をしたりできます。そして後ほどエビーニャがピナブリッジの上にございますフォトスポットにお方をご案内しますので、こちらの方に行ってみてください。またピナウォークでもお食事のお会議もおりくり
ゃあ一緒に乗せちゃっていい？はい、じゃあ一緒に乗せます。はい、まっすぐね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ありがとう。乗りますか？いいですよ、大丈夫ですよ。大丈夫です。大きいですね。わざとです。わざとです。わざと押してます。狭いよって。おかしいです。狭いよって。わざと押してます、これね。やばいですね。近い近い。いや、近い近い。さあ、2階で降りますよ。ちょっとエビセブ先に降ろさせて。はいよ。ありがとう。ありがとう。すごい、なんかシャンプーがいっぱいついてるみたいになっちゃった。